いいでしょう。じゃあライザ、もう準備できてるんだね。うん、体力もバッチリだよ。それじゃ早速行くとしよう。まずは街道に出るよ。よし、未知なる遺跡に向かっていざ出発。ございます。いらっしゃいませ。また来てくださいね。いらっしゃい。何の用だい。またどうぞ。ようこそいらっしゃいませ。またお越しくださいませ。いらっしゃい。これでいいですか。はい、毎度です。
またどうぞ。さて、これから遺跡に向かうわけだけど、実は王都の周辺には遺跡と呼べそうなものが僕が知る限りだけでも5つあるようだ。え？ 5 つも？そんなに？うん。それで5つのうちで唯一見つかってる遺跡が今回の目的地さ。すでに見つかってるところに行くの？それってもう調べ尽くされてるんじゃ。ところがね、王都の人間は遺跡なんて興味がないみたいで調べようとすらしてないんだよ。町のすぐ近くに大きな遺跡があるっていうのに気づいてない人の方が多いくらいでね。町の近くにあるんですか？私もそんなの聞いたこともないですけど。あれ、パティ、遺跡に興味があるって言ってなかったっけ？興味があることと知っていることは別です。興味があるから勉強するんじゃないですか？じゃあ最終的に私たちは5つの遺跡を探し出して調査することになるんだね。うん。でもこれはあくまで文献とかで知ったってだけで、本当に5つあるかは分かってない。それぞれ別の文献に載ってて別の遺跡だと思っていたら実は同じものを指していたなんて可能性もある。なんか結構ふわっとした話なのね。言い伝えなんてのは大抵ふわっとしたもんだよ。ライザだってそれは知ってるだろ。ただ僕はある程度の確信みたいなものを持ってる。ほら、伝承の文章を話しただろ。あそこに5って数字が出てくる。あれは遺跡が5つあるってことを指してるんじゃないかって思うんだ。なるほどね。で、それはそうと目的の遺跡なんだけど、この街道から北にそれた森の奥にあるって話だよ。森の奥、魔物は出るのでしょうか？それはわからないな。でも森だし、魔物じゃなくても猛獣なんかは出てもおかしくないだろうね。やっぱりそうですよね。昔は人通りがあったらしいけど、今はわざわざ行く人はいないそうだから注意しないと。見てみないと始まらないよ。とにかく出発よ。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。
どうか怖いことだけは起こりませんように。よいしょ。この花、ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。こっちの木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。何が出るかな。ここは街道から外れてるし、魔物の数も少なくないみたいだ。見た感じはそんなに強そうじゃないけど。でも弱い魔物でも集まると危険だよ。僕らだって一人より集団の方がいろいろできて強いわけだし。魔物も同じってことですね。気をつけて。みんな気をつけて。お願いします。そこだ。よっ、そこだ。やっせー、連動。そこだ。よっ、そこだ。そこ、やっ、そこ。私が切ります。ライザさん、お願いします。そこだ。よっ、そこ、そこ、続いて。楽勝楽勝。さあ早く進もう。もっともっと強くなるぞ。勝てた。確かに集まってると手強いね。でしょ。どんな相手でも油断はできないってことだよ。パティ、大丈夫？なんとか。やっぱり引き返す？大丈夫です。先に進みましょう。多分強い。そこだ。よっ、そ、はあ、正解。連続よ。そこ、やっ、はあ、そこだ。届いて。そ、はあ、ライザ任せた。正解。連続よ。よっ、そこ、はあ、やっ、は
そこだ。ライトさん、お願いします。連続よ。そこ、やっ、はっ、そこ、届いて、よっと、はっ、そこ、そこ、そこだ。遅い。そこだ。よっと、はっ、やっ、はっ、届いて、そこ、そこだ。よっと、はっ、よっ、そこ、せーの、連続よ、届いて、そこ、まだまだ、さあ、始めるよ。一気に行くよ。そこだ、よっ、そこ、はっ、届いて、まだまだ。そこ、やっ、はっ、そこだ。戦況を変えるよ。ライザー、任せた。あ、よっと、はっ、よっ、そこ、そこだ。よっ、そこ、はっ、そこ、ライザーさん、お願いします。そこだ、そこ、続くよ。そこだ、まだまだ、はっ、よっ、そこだ、せーの、こんなところかしら。ちょっと強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。Thank you.
敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。正解、連続よ。そこ、やそこだ、よっと。届いて。ははパティ正解、連続よ。そこだ、パティ、エンゴロ。はそこ、正解、連続よ。そこだ、よっと。はは届いて。そこだ、よっ。ははっ、私が切ります。走れ、炎よ。そこ、そこだ、よっ。届いて。まだまだ、エンゴロ。どうだ。そこだ、よっ。ははっ、よっ。せーか、連続よ。どうだ。届いて、よっ。まだまだ、よっ。連続よ。そこだ、どうだ。はは、楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。着替えだ、着替えだ。この服素敵だと思うわ。この服素敵だと思うわ。毎度です。これでいいですか。はい、毎度です。またどうぞ。新しい何かに出会えるかも。島に比べて王都は宝石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。花を使った錬金術見てみたいかも。えい！確か前にこんなの撮ってたような。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。あった、これこれ。てや、皆さん敵襲です。そこだ、よっと。はぁ、正解、連続よ。やっはぁ、そこだ、よっと。はぁ、正解、任せた、連続よ。さぁ
よっちょっはぁ、あ、届いてそこそこだライブお願いします、はあ、僕が行く僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。てや皆さん敵中です。そこだよっとはぁせーた連続よやっはぁそこだよっとはぁライザー任せた。せーた連続よよっとはぁ届いて。そこだ。お願いします。私が切ります。当然の結果よ。みんな気をつけて。そこだ。よっと。せーた。連続よ。そこ。やっ。届いて。ライザー、任せた。連続よ。そこだ。よっと。届いて。そこ。ライザー、お願いします。私が切ります。当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。てや敵だ気をつけて。そこだよっとはぁせーた連続よそこやっそこだよっと届いてはぁライザー任せた。そこだよっとそこはぁやっはぁ届いてそこそこはぁよっとライザーさんお願いします。走れ炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。実戦で得た経験無駄にはしないわ。木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。敵だ気をつけて。そこだよっとはぁせーた連続よやっはぁそこだよっとはぁライザー任せた。そこだよっとはぁ届いてそこライザーお願いします。あっ遅い。当然の結果よ。やっみんな気をつけて。そこだよっとはぁせーた連続よやっはぁそこだよっとはぁライザー任せた。せーた連続よやっはぁ届いてライザーさんお願いします。そこそこそこやっはぁ遅い。走れ炎よ。そこだよっとはぁそこやっせーた連続よどうだまだまだそこだよっとはぁそこ楽勝楽勝さあ早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。よいしょ
ここがタオが言ってた遺跡なの？多分そうだよ。王都のこんな近くに遺跡があったなんて。ここが本当にこんなものがあるなんて。ん？どうかしたの？いや、僕遺跡の話を聞いた時にクリント王国時代のものなんだろうって勝手に思い込んでたんだけどさ。違うの？うん、なんかちょっと違うように見えるんだよね。詳しくは分かんないんだけど、ほら、空剣島の近くにはクリント王国時代の遺跡がいっぱいあっただろ。あれはクリント王国時代のよりももっと古いものだよ。ごめん、私には全然わかんない。アンペルさんならきっと一目で看破するんだろうな。錬金術に関係あるかもって話だったけど、それもわかるようなわからないような。あの、すみません、クリント王国って昔この地域にあった大きな国の名前でしたっけ？うん、今はもうとっくに滅んでなくなってるけど、遺跡とか当時の建物は結構残ってるんだ。その時代よりももっと古い遺跡、そんな場所に入っても大丈夫なんでしょうか？この様子ならせいぜい途中にいた程度の魔物が住処にしてるくらいじゃないかな。なんだか強くなったね。度胸がついたっていうか、初めて冒険した時のタオなんてビクビクだったのにさ。あの時と同じにしないでよ、もう。さあ行くよ。街の近くにこんな場所があったなんて。皆さん、敵襲です。そこだ。よっと、はぁ、正解、レオボよ。そこだ、届いて。よっと、はぁ、ライザー、任せた。連続よ。そこだ、そこ、よっと、はぁ、はぁ、届いて。そこ、ライザー様、お願いします。はぁ、遅い。走れ、炎よ。そこだ、よっと、届いて。はぁ、まだまだ、正解、連続よ。どうだ。そこだ、よっと、はぁ、そこ、やっ、はぁ、届いて。まだまだ、そこだ、よっと、はぁ、何を使おうか。そこ、正解、連続よ。届いて。まだまだ、ライザー、任せた。よっと、はぁ、そこ、届いて。まだまだ、そこ、そこ、走れ、炎よ。ふう、先に進もうか。ティア、水くらいティア注文して届けさせればいいのに。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。やっ、はぁ、そこだ、よっと、はぁ、正解、連続よ。そこだ、よっと、はぁ、届いて。そこ、ライザさん、お願いします。よっと、はぁ、私が切ります。の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。待
っともっと強くなるぞ。取れた。あった、これこれ。えい、草なら大抵使えるみたいだし、持てるだけ持ってってみようかしら。よいしょ、サラサラっと。えい、敵だ、気をつけて。そこだ、よっ。連続よ、そこ、よっ。そこだ、よっ。はあ、せーか、任せた。そこだ、よっ。届いて、そこ、そこ、そこだ。ライトさん、お願いします。僕が行く。そこだ、よっ。そこ、よっ。届いて、連続よ。そこだ、よっ。はあ、そこ、そこ、私が切ります。当然の結果よ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。えい、てや、敵だ、気をつけて。そこだ、よっ。はっ、連続よ、そこ、よっ。そこだ、届いて、よっ。はっ、せーか、連続よ、任せた。そこだ、そこ、よっ。はっ、届いて、そこ、そこ、ライザさん、そこだ、お願いします。炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。あった、これこれ。糸の扱いなら慣れています。裁縫は貴族のたしなみです。皆さん、敵襲です。そこだ、よっと。はぁ、連続よ、そこ、よっ。はぁ、届いて、そこだ、よっと。はぁ、せーか、連続よ。そこだ、そこ、よっと。はぁ、届いて。さあ、始めるよ。さあ、ライトさん、お願いします。はぁ、そこ、よっ。届いて、そこだ、よっ。そこ、はぁ、私が切ります。走れ、炎よ。そこだ、よっ。そこ、はぁ、はぁ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。魔物からも材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在するのか。取れた。な、なんだろう。それは？わかんない。何かの道具なのかな。こっちは手帳っぽいね。何かのメモみたいだけど、古い文字で書かれてる。かつて僕らと同じようにここを調査しようとした人がいたのかな。それで何が書かれてるの？ちょっと待って、文字がだいぶ薄くて。あれ、仏行来たるその日まで砦はただ眠り続けるものなり。これって僕が見つけた伝承と同じだ。それじゃそのノートには伝承が書かれているってことですか？
多分薄くて読めないところが多いけど、僕が見つけた伝承の倍かそれ以上の長さだよ。どうにかして全部読めないの？ほとんど消えかけてるからな。どうにか読めるのは。渓谷の底の乙女は起こしてはならぬ。読めないところがちょっと続いて、魔を食う獣は宵の道より現れた、光り輝く神秘の精。この後もちょっと読めない。あとは単語程度だけど、悠久の財宝、目指す旅人はって単語は2つ出てくるみたい。さっぱりですね。そのメモの持ち主ってどんな人だったんだろう。きっと僕たちと同じように伝承を真実と考えてたんじゃないかな。薄くなって読めなくなった箇所もどうにかして見つける方法を探さなくちゃ。そっちの道具は？それなんとなく古式秘具っぽく感じるんだよね。古式秘具？ああ、そっか、パティは知らなかったっけ。そうだな、昔の不思議な錬金術の道具かな。私もどうやってできてるのかさっぱりわからない。すっごく貴重な道具なんだよ。そんなに。確かにあまり見たことがない感じですが。本当に古式秘具なんだとしたら、これをここに置いたのは錬金術師っていうことになるのかな。本当ならね。でも私にはそう見えるんだよな。だとするとこの遺跡は錬金術に関係があるということになるね。もっと調べてみないとわからないけど。ああ、そっか。がぜん興味が湧いてきたよ。そうと分かれば奥に行ってみよう。そもそもただの石ってどういう石なの？あ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！連続よ！そこ！やっ！そこだ！よっと！はぁ！せーか！連続よ！任せた！そこだ！よっと！そこ！はぁ！届いて。そこ、そこ、ライト、お願いします。当然の結果よ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。そこだ！よっと！はぁ！せーか！連続よ！やっ！はぁ！届いて！よっと！はぁ！
成果だ。連続よ。そこそこだ。よっ、届いて。そこ、ライトさん、お願いします。炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。どんな相手でも油断は禁物です。そこだ。よっ、はぁ、セーター連続よ。やっはぁ、届いて。よっ、はぁ、ライザー任せた。セーター連続よ。はぁ、届いて。ライザーさん、お願いします。よっ、はぁ、そこ私が切ります。当然の結果よ。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。えい、ここが一番奥になるのかな。どうもそんな感じだね。意外と狭かったな。もっと大きな遺跡だと思ってたよ。なんだか随分と短くありませんでした。あっという間にここまで来ちゃいましたし。これは、え、壁画だね。何が描かれてるんだろう。これ何か光ってるものが集まろうとしている場面みたいに見えるけど、これだけだとわからないな。何か意味があるんだとは思うけど。めぼしいものは全部持っていかれた。だから何も残っていないんだろうけど。この壁画は価値がありそうなのに、壁に書いてあるから持っていけなかったんだろうね。ライザさん、それは？わかんない。なんか熱くなってる気がしたから出してみたら光ってた。そもそもそれどうしたのさ。モリッツさんから預かったんだよ。何なのか調べてくれって。ただの綺麗な宝石みたいだったんだけど、急にこんな感じに。もしやと思って見てみたけど、この道具も少し動いてる気がする。何が起こってるの。わからないな。そろそろ戻る？もう奥にも行けなそうだし。ええ、それがいいと思います。うん、ひとまず戻ろう。これ以上はここで調べても何もわからなそうだし、調べようもない。それとこの道具はライザに渡しておくよ。もしこれが本当に古式ヒグだとしたら、調べられるのはライザだけだと思う。実際にこの目で遺跡を見ることができた。これが一番の収穫だよ。うん、でもこの壁画もなんとなく気になるんだよね。あ、ごめんね。それじゃあ戻ろう。
錬金術に使ってよーし、食べてよーし。えい、神秘的な力があるのか。神秘的な気持ちにさせられてるだけなんだ。謎だな。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるから。捕まえた。かわいそうだけど、錬金術の素材になってもらうね。取るのは無謀だったかな。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。あった、これこれ。
これ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。あった、これこれ。臭いね。暖炉の薪にちょうど良さそう。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫かな。あった、これこれ。あった、これこれ。美味しそうな食材が手に入った。まあ、錬金術に使うんだけどね。ティア！すごくいい形の石だ。ティア！ちょっと持ちすぎかも。動いてないみたい。どういうことでしょう。わからないけど、もしかしたらあの遺跡と何か関係があるのかもしれない。二つとも遺跡に関係したものということですか。そんな気がするんだ。特にあの壁画のあった場所に近づくと強く反応するのかも。やっぱりもっと調べる必要がありそうだ。うん、またあそこにも足を運ばないとね。これは本格的な冒険になりそうな予感がしてきたよ。私、うちに帰ります。パティ、ちょっと待ってよ。どうしちゃったんだろう。初めての冒険で魔物とも戦ったんだよ。きっと疲れちゃったんじゃないかな。本当に大丈夫だといいけど。じゃあ僕たちも戻ろう。